ホップ。ホップ、モチーフ、学名、ヒューマラスルピアラスは、アサカのツルせーた年草。死有一種。和名は、西洋から離そう、西洋と丘そう。休暇は、ビールの原料の一つで、苦味、香り、泡に重要であり、また、雑菌の繁殖を抑え、ビールの保存性を高める働きがある。 全国の産地に自生する非常によく似た植物に、カラハナソウ、エッチル、ピアラ、スバル、コードイフォーリアスがあり、しばしばホップと混同される。これはホップの変種であり、ホップに比べて苦味成分が少ないのが特徴である。本来のホップは日本国内では北海道の一部にのみ自生する。死有一種のツル性、ツル性植物。 鶴の高さは7から12メートルになる。また多年生植物であるため、一度植えられると、その根株は10から30年引き抜かれずに使用される。根株には、休カと呼ばれる松傘に似た花のようなもの、本当の花ではないをつけ、この休カがビールの苦味などの原料になる。また、有効な成分も含んでいるため、ホップ畑では、お株は限られてしか栽培されない。日本では、 未受精の休暇が用いられるが、地域によっては受精した休暇もビール醸造に用いられる。かつてはクワカとされていたが、タクヨウが相互に合着しない、種子に配乳がある、等の理由でアサカとして分けられた。同じアサカの植物にはカンナビス、大麻があり、さらに同族にはカナムグラがある。大麻などにはカキのフムロン、アルファ酸は存在しない。 原産はカフカス付近、国海とカスピ海に挟まれた地域と考えられている。紀元前の相当古い時代から西アジア及びヨーロッパの産地に野生のホップが自生していたとされ、紀元前6世紀頃にはメソポタミア地方のシンバビロニア王国やカフカス山脈付近のカフカス民族がビールに野生ホップを使用していたようである。エジプトでは薬用にされていたとも言われている。 8世紀になるとドイツでホップの使用、栽培が始まり、次第にヨーロッパ各地に普及した。12世紀にはホップがビールの味付けに使われ始めた。しかし当時の主流はグルートビールと呼ばれる薬草や香草を使用したビールであった。14世紀から15世紀にかけてホップビールの持つ爽快な苦みや香り、日持ちの良さなどが高く評価されるようになり、 ビールの主流になった。その理由は、ホップの持つ香味からではなく、むしろホップを入れて煮た爆汁から作ると腐りにくく、長持ちするということからであった。ビールにホップが入れられるようになったこの頃から、ホップの栽培が普及するようになった。オランダでは14世紀から、すでにビール作りに用いられ、16世紀になって、オランダから亡命した新京都たちがイギリスに伝えた。 それ以前は、モルトなどの苦味を持つハーブが用いられていたが、これらは、エールと呼ばれ、ホップを用いたものだけがビールと呼ばれるようになった。イギリスでは、ヘンリーパス製によって、独創として、使用を禁止され、次の王である、エドワード六世の時に、1551年ようやく、ホップ栽培者に特権が与えられる。その後も、イギリスでは、1608年にいたんだ。 ホップの輸入が禁止されている。ドイツでは、1516年前イルンコ・ビルヘルム4世により、ビール純水例、ビールは大麦、ホップ、水のみを原料とすべしが定められた。日本での栽培は1877年、明治10年に、北海道開拓市が、外国から苗を持ち込み栽培したのが、始まりと言われる。世界的には、ドイツ、 アメリカで最も多く栽培されており、チェコ、イギリス、フランス、中国、スロベニア、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本などで栽培されている。日本では、東北地方と北海道でビール会社との契約栽培で生産されている。生産地としては、北海道上富良野町や青森県山湖町、秋田県横手市対遊地区、岩手県東野市、欧州市、 エサシク、カルマイ町、山形県東根市、長井市、白高町、長野県安曇野市等が挙げられる。2011年における国別の生産量は以下の通りである。ホップの旧価にはルプリンと呼ばれる黄色の粒子が存在し、ビールに香りを付与する物質や苦味を付与する物質はこの中に含まれる。ルプリンに含まれるフムロン、アルファーさんは ビール醸造の煮沸工程において、イソフムロン、イソアルファー酸へと変換される。このイソアルファー酸こそが、ビールの苦味成分である。ビール以外の目的では、生薬としても、毛に鎮静効果があるとされ、またハーブの一種として、ヨーロッパでは民間薬として用いられている。ホップには、クミ成分、香り成分のほか、ハチプレニルナリンゲニンといった、 機能性を持つ物質が多く含まれている。ハチプレニルナリンゲニンは吸収しにくいものの組織に蓄積しやすいとされる。これらホップ由来物質の多彩な機能性が科学的に研究され、エストロゲン様作用による高年期障害の改善作用、睡眠時間延長作用、鎮静作用、E 型糖尿病患者に対するインスリン感受性の改善作用、胃液の分泌増加作用、 イソフムロンの肥満予防効果などが報告されている。機能性食品の素材としても注目したい植物である。2006年6月には、札幌ビールによってホップ抽出物に含まれるポリフェノールの一種であるホップフラボノールに花粉症症状を軽減する効果があることが突き止められた。2014年1月、京都大と札幌ビール研究チームが ホップの成分にアルツハイマー型認知症の予防効果があることを確かめたと米科学誌プロスワンに発表した。ただしビールの製造過程では現在この成分は取り除かれているためビールを飲んでも効果は期待できないとしている。2014年2月クラシエホームプロダクツ旧カネボウホームプロダクツがホップの成分に 表皮細胞のアロマターゼを活性化させる効果があるとのプレスリリースを行い、洗顔料への配合を始めた。一方、ホップに含まれるが乳がん細胞のアロマターゼを抑制するという論文もある。鶴をよく伸ばすことから緑のカーテンに利用されることもある。平成20年度税制改正において法人税等の 減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、別表第4、生物の耐用年数表によれば、平成20年4月1日を開始する、事業年度にかかる、ホップ法定耐用年数は9年となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。